ついに最強の気持ちのいい男たちが登場。よし行くぞ、最終決戦。今こそ地竜族の本当の力を見せてくれよ。来るがよい、我のそばへ。地獄の底まで突き落としてくれよ。お蕎麦屋さんやってるんや。激しい戦いの後、ようやく同盟軍は敵をドルーア城内に追い込んだ。そして城を包囲し、開け放たれた4カ所の門から突入を図った。だがそれはマルスたちの分散を狙ったメディスの罠であった。こいつは面白いことになってきましたよ。なんか人数少なくないですか。まあちょっとね、いろいろありましてね、ドラゴンキラーを県警のやつ全員に持たしたいよな。ラディ君にさらにこの光のオーブを、あくまで勇者の証も、勇者の証持たしておかないと。そうかそうか、勇者の証はあのレベルが10になったら勇者になれる。行くぞみんな。いえ、うわすごい分割うわすごい、すげえ分散してるやん。地流、ここの女子供ゾーンなんだよいやここの女子供ゾーンやばいぞ。いや大地とリザーブ連打良さそうだよな。大地の奥で死ぬことはないねんな。これは確認やねんけど、今から使うぞ、見てろよ。あ、みんな若干ダメージ受けてる。わ結構食らってる。一回大地のオーブ、二つ目のタイプのオーブや。あーよし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 、あめっちゃいい。あ大地のオブ取っといてよかったなこれ。ほいでリブロを使う。ほいでリブロのリザーブの杖を使って全ての味方を回復する。ほい増援とか、あっあ増援とかあんの。よしこれでまず全員を回復した。これで全員回復完了。いやこれで全員回復したけど敵はもうめちゃくちゃ弱ってるから、めっちゃチャンスってことになってるわ。めっちゃチャンスなわけやから、できればラディ君のレベル上げたい。いやラディ君これ全然全然いけるラディ君がこのままなんかザコザコのままだったら、何のためにラディ君をじゃあ薬漬けにしたのっていう。そう眺めるためじゃない。そうや、前線に出してレベル上げて勇者になってもらいたい。この場で効かないわけ、聖水を飲んでるからな。しっかりとちょっと残るわけ。しかし、攻撃、おお、しかし、高速が速いから、もう一回もう一回、笑顔咲くー君ーと。いや、これもう、なろうじゃないこれもう。いや、これ正直、もう、なろうでしょ。あ、メリクルって経験値2倍なんや。あ、メリクルって経験値2倍なんや。言えよ。ドラゴンちょっと厄介だな。ドラゴンの厄介さすごいな。まあ、左目ちょっとドラゴンキラーがあるから、ドラゴンキラー、ドラゴンキラーで潰せるだろう。え？嘘。ちょっと待て。え、そんな、な、え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 ？びっくりし、範囲やば。もう何でもありやん。なんなんあの魔法。ミネ兄のドラゴンキラーに発でいける計算や。よし。じゃあの階段めっちゃ怖いねんけど。あの階段めっちゃ怖いねんけど。あの階段からひょっこり、あの階段からひょっこりはありえるやろ、全然。あ、でも全然、あ、全然いいかも。全然今集合してるわ。つどへへ、4号組。あ、扉閉まった。はぁ、頭おかしい。マジかよ、あれ、時間で扉閉めてんの。じゃあ、ちょっと出るのに、ちょっと出るのにもたついてたらもうおしまいってことやか、おしまいってことなんや。ずい。ちょっと残るか。もう一丁。おぉ、素晴らしい。バディ君があと2レベルで勇者に。おや、そこからで、うわ、すー、ちょっと待って、すごい量のマリオやん。え、すごいマリオ出てきたけど。あ、めちゃくちゃな量のマリオやん。ちょっとうざすぎやろ。くれ、メリクルソード食らうか。当たるか、ボケー。ラディ君いけ。しゃい。いいよ、ラディ君。非常にいいよ。ラディ君、非常にいいよ。邪魔やな。いや、このアホアホスナイパーすごい邪魔だな。
よしよしよし。あ、オッケーオッケー。マジワクチン接種会場ぐらい並んでるやん。みんなすごい並んでるじゃん。ぜい。よし。はあ、これでミートとかいうわけわかんない呪文使って潰した。潰したー。え、ここって下級職、え、これ何、上級職じゃなくて、え、ここ下級職いけないの。え、どういうことこれ、下級職いけない感じなん、ここって。移動こそ高いだけやろ。え、じゃあ移動だけ、じゃあつまり移動はできるってことか。いや、ラディ君をね、ラディ君あと1レベルで勇者なんだから、このターンでドラゴンぐらいを仕留めといて、もう。これ一般人の壁ってこと、優先接種ってこと、え、上級国民限定ってこと、ダーゴンがじっくりじっくり。あ、いけるいける、来たみおお、伝説のメリクルソード食らえーい。ぜい、はい、避けたー。お、ついに、ついにラディ君が勇者に、うおお、来たー勇者だ、夢叶った。もう、ラディが退出して見守ろうや。あ、向こうからドラゴン来たらドラゴンキラー軍団で潰せるしな。この味卒業式みたいだな。よし、バッチリ対策が済んだぞ。急にね。ほい。うおおおお、ついに地獄から磨いたとこラディが、うおい、勇者に。ギリしいぞ。なんて立派な、なあ、なあ、これは立派なステータスだ。力カンストマジか。力カンストマジか。マルスなんて13しかないのに、マルス13、オグニー12なのに。え、なんか隠し玉があるのか、隠し玉あんのか、弱くね。はい、潰していきまーす。はい、増援の竜全部潰しまーす。はい、並んで、はい、一匹ずつ殺していくよ。おい、はい、全員殺すよ。はい、全員ドラゴンキラーでめちゃくちゃにしていくよ。あ、どうもありがとう。はい、ダーゴンキラー、はい、ダーゴンキラーめっちゃ効くよ。はーい。いや、全員ダーゴンキラー作戦大成功やったな。うぃー。ドラゴンキラーに仕立てられるクソサコ種族さん。弱点あるってゴミやな。こんなにドラゴンキラーが当たり前に耐えられる環境の中でよくこいつらこんなマウント取れてたな、マジで。ラスボスってよくやろ。わしの眠りを騒がげる反乱軍の者どもよ。地獄の炎の中で苦しみながら焼け死ぬがよい。え？あ、そうか、ドラゴンじゃ当たらないのか。ドラゴンは金にゃんや。グラディウス。グラディウスで5。グラディウスで5。え、めちゃくちゃ硬いやん。え、めっちゃ硬いってマジ。めんどくさ。めっちゃ硬いってマジ。よっしゃー。いや、でもリブローが回復してくんのか、リブロー回復やろうがいいのか。これワープで朝日を送った方がいいやろ。へい。でもシーラはもう帰ってこれないで。うえー、マジで。え、嘘。え、2位残ったって。マジで。ほらー、ユミズグラディウスを食らえ。うわ、すげえ回復されるやん、リブローで。おい、ふざけんなよ。めちゃくちゃ回復されるやん。よし、なんか撃たなかったぞ。もったいないと思ったんだろ。アホやこいつ。いや、まあ、じいさんにオーバー渡したかったけど、じいさんにオーバー渡したかったで。
うえいうえい、これでいなくなったぞ。はい、当たんない。はい、43番の攻撃とか当たんない。はい、死ね。うおほほい二大英雄の攻撃がめちゃくちゃ通るやん。だって行け、潰せ。はい、当たんない。はい、全然当たんない。うおほほい、殴り殺しや。さ、マルさんは制圧のためにね、向かっていただいて。おうおう、行っちゃうぞこれ。次のターンラディ君の声けど、これ行っちゃう、これ行っちゃうぞこれ。嘘やろおい。うおー、クライアン黒竜メディウス、勇者ラディのメリクルソード、うおー、やったージャージャスジャス。うぅ、この私が人間ごときに敗れるとは。だが、心の性を光によって守られし、アリティアの王子よ。いつの日か、いつの日か人の心に悪の心がある限り、我が分身は現れるであろう。心の性よ。闇は光ある限り、永遠に消えはしないのだと。おい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 。ゲロ弱じゃねえか。負けてて補正ついてんじゃねえぞ。マジ、タウロさえやめ、タウロさえ負けてアカウント売っ払ったやつぐらい、長いこと喋ってたやん。あー、やったー。暗黒治療メディウスの消滅とともに、ドルガ帝国は再び闇の海消え去った。5年の長きにわたったアカネイアの戦乱もここにようやく終焉の時を迎え、暗黒に覆われていたアカネイアの大地に再び光が戻ってきた。そして、マルスの長い旅も今ようやく終わろうとしている。マルス様、これでやっとタリスへ帰れるのですね。うん、死だ。君の父上にもご報告に行かないとね。でもタリスへ行った後はすぐにでもアリティアに帰らなければ。はい。戦乱に荒れ果てたこの大地を一日も早く立て直すことが必要なんだ。マルスったら一番大事なことをごまかしていますね。あなたは勇者なのだから逃げてはダメ。早くシーダに行っておあげなさい。え、なにこれ告白する感じなん？あ、そうだったの？オグニーは？ニーナ様、私は何も。困ったな、シーダ。はい。僕と一緒にアリティアに来てほしいんだ。はい、喜んで。ドマドマやん。こうして後に暗黒戦争と呼ばれた壮大な戦いはドルア帝国の滅亡とともに終結した。え、個人戦績発表されるの？55勝1敗戦乱に荒れてたアリティアに戻り、祖国の復興に力を注ぐ。近々多い継承の予定。あー、生き残ったキャラクターがどうなるか教えてくれるんや。タリスへ帰国後、再びアリティアへ、マルス王子との熱い仲が囁かれる。あらあ、死んだ方もデビルマウンテンにて倒れる。デビルマウンテンやっぱすごい死んでるな。マケドニアの修道院で孤児たちの世話をしている。でもジジイは生き残ったな。ジジイなんかはもう最後のあのやつですごい活躍をしてくれたわけやから、ジジイがいなかったらクリアできないやつめっちゃあったわけやから、あそこのあのワープのリレーがあったわけやから、こいつは戦闘に出してないわけやから、彼は戦いの後姿を消したエピソード薄っ。ラディ君じゃん。戦火の中で恋をして剣を捨てたという、やめちゃったんや。ずっと確かに戦って、リンダもずーっといたな、ずーっといてずーっと戦って、女がすごい生き残ってるな。大陸一の海騎士ジョルジュ死にましたね。一発で死にましたね。おー、いや、かなり生き残ったな。